バレンタイン第2弾&フェス潜在ビクトリーノ&教習翼の数値チェックやっていきます。はい、どうもです、こんばんは。バレンタイン第2弾来ましたね。こちらでイダルゴくん、そしてアキレウス、そしてピアソラくん、この3人の新キャラ登場してきました。そしてまぁ、ちょっと楽しみにしてた人もいるかもしれないですけども、フェスビクトリーノの潜在覚醒が来たので、まぁ、こちらどのぐらい強化されたのかなというところを見ていきます。であとは教習で獲得できる南米式ドリブルの中学校の翼、こちらに潜在覚醒来たので、そちらの数値もちょっと見ていこうかなと思います。まずはバレンタイン第2弾の、キャラクターたち見ていくんですけども、どんな技が実装されて、でどういった場面で使えそうなキャラクターなのか、こんな感じのところを見ていければいいかなと思います。まずはイダルゴくん見ていきましょう。イダルゴくんに関しましては、ウォークオブサイレントっていう S パスカットが、実装されました。440威力ということで、今つけれるのが素早いパスカットなんですけども、それを超えて一番威力の高いパスカット技が実装されております。でサブ技でサイレントボレーシュートの S、 そしてフェイントドリブルの A と高速スルーパスの A という感じになってます。この辺の A 系の、パスとかドリブルっていうのも、移植したり、前回のイダルゴくんに移植したりしても使えそうですし、特にパスカットが強力なの来てますので、こちらはいいんじゃないかなと思います。で今回イダルゴくんは力属性のフォワード OMF の選手という感じです。で、特技 OMF DMF キラーの A で OMF と DMF に対してパラメータプラス 20%、超団結、力、海外、5人以上の 20% という感じです。絆、技属性の海外選手が3人以上いると全員のパラメーター 2.5%、非常に大きいですね。 2.5% なんでね、これは結構使えそう。そして自動パスカット強化、70% の確率で、自動パスカット発動しますよと。必殺技封印、マッチアップ相手の必殺技をランダムに1つ封印、発動率 80%。そして雪耐性と雨耐性ということなので、前回がデコボコ耐性とかだったと思うんですけども、また強襲、高難度強襲とかで使えそうな感じの潜在スキルになってます。そして前回に引き続きですね、必殺技封印、ちょっと発動率 80% には落ちてますけども、それがついてて、自動パスカットがついたというところは、スキル的には強力なんじゃないかなと思います。オフェンス 10%、そしてチムスキ60のバフ20で見ていきます。でスタミナが1144、ドリブルとパスに煙突しました。シュート値非常に高いです。1925っていうシュート値非常に高いんですけども、ドリブルとパスに煙突した、理由としては、おいおい見ていければなと思います。はい、ステータスこんな感じになっております。まずは何も乗らなかった場合、この左側です。OMF、DMF キラー乗った場合は 20% 乗るとこちらの値になってます。まずドリブル、何も乗らないと23000、パスが25000、OMF キラーとかが乗って27000、パスが29000というとこですね。なので OMF、DMF キラーが乗れば、一応ドリブル、パス、この辺がそこそこ数値出てますので、必殺技封印と合わせて、ワンチャン突破していけそうぐらいなところまでは一応あるんじゃないかなと思います。で一応メイン技パスカットでついてるんですけども、パスカットは煙突しないとですね、何も乗らなければ22000で、 OMF キラーとか乗っても25000、煙突してもプラス3000ぐらいですので、28000ぐらいまでの値になるかなと。ただ特にタックルが低いので、守備としてそんなに機能するかって言われるとあんまり機能しないのかなという感じですね。なので、結局タックルは今まで結局 A 技しかつけることできないですので、タックル要因は難しいかなというところです。なので自動パスカットに、全てをかけていくといったような感じですかね。で、シュート非常に高かったんですけども、限度すると31000ぐらいまで出てきます。ただ31000の470威力ですので、よっぽど入る数値ではないかなといったようなところが一つあります。あとは OMF、DMF キラーということで、キーパーにはね、この数値届かない。33000という数値届きませんので、必ずこのなしの方の数値になってしまうというところもあったので、どっちかというと必殺技封印を活かしつつ、運んでいくようなキャラクター寄せの方が、実践的にはいいのかなといったようなところで、こんな感じの振り方してます。
まあ、4凸とかね、できるのであれば、まあ、それに越したことはないかなと思います。では、歴代のイダルゴくんと比較してみましょう。まずドリブルから比較していきます。前回 DF、ゴールキーパーキラーでしたけども、そのイダルゴくんの方が若干、ドリブル値が高いという感じになってます。そしてシュート見ていきますけども、OMF キラーまで乗れば、今回のイダルゴくんの方が高いですけども、まあ、これ結局キーパーに届く値ではないですので、まあ、そう考えると前回のイダルゴくんの方がシュート値も高いという感じになってます。でパスですね。でパスに関しては OMF キラー乗った今回のイダルゴくん、そして何も乗らなかったとしても前回の DF キラーが乗ったイダルゴくんよりもパス値は高いという感じになってます。でパスカットも同様に、今回の新イダルゴくんの方が高いですよという感じですね。なので今回のパスカット技を、まあ、前回のイダルゴくんに移植したりしてどうかっていう話で言うとあんまり関係ないかなと、まあ、どの道そのパスカットが前回のイダルゴくんは弱いんでっていうことでそんなに、素早いパスカットと今回の新しい440力のパスカットに関して、そこまで影響度ないかなと思ってます。だからまあパスカット移植用というよりは、まあ、今回のこのイダルゴくんはこのイダルゴくんで使っていくというような感じの方がいいのかなというような感じですかね。あのサブ技とかは移植するの全然ありだと思うんですよね。 A 技系、まあ、スタミナを温存しつつマッチアップ封印で進めていくっていうところに関しては、はい、A 技とかは非常にいいかなと思います。はい、続きましてピアソラくん見ていきましょう。ピアソラくんはですねなぜかまた即属性で出てきました。はい、そして OMF、DMF ということで前回は確か DMF 限定だったと思うんですが今回は OMF もやれるキャラクターになってます。メイン技ハイスピードハンターショットの S シュート技です。で475威力ということで、まあ、そこそこの威力ではあるんですけどもちょっと低めかなという感じですね。でフィジーブレイク S パスカット、445威力ですね。でタフネスドリブルの A とピンポイントパスの A がついてるというとこです。まあ、この辺のドリブルの A 技、パスの A 技この辺は前回のピアソラ君とかにも移植していくと、まあ、有効に使えるかなと思います。そして特技読み勝ちマスターの S マッチアップで読み勝つとなんとパラメータープラス 50% ということでこれ非常に優秀ですね。で超団結即クラブ5人以上の 20%、はい、絆即属性のクラブ選手が3人以上いると全員のパラメータ 2.5% なので、まあ、前回のピアソラ君よりは若干縛りがきつくなった絆という感じですね。でプレッシャーマッチアップで勝利すると相手は次のコマンド選択時にパラメータマイナス 10%、まあ、こちらは前回 7% だったので強化されているという感じです。で全力ゲージアップマッチアップで勝利すると全力ゲージプラス 12% これまた強力ですね。なのでもうマッチアップで読み勝つといいことしかないという感じですね。このペアソロクに関して言うとプレッシャーもつけれて全力ゲージも上がると、はい。でさらに雪耐性雨耐性という感じなので、まあ、強襲で使えるんだろうなというところですね。オフェンス 10% チムスキ60のバフ20で見ていきますね。スタミナ1041ドリブルパスに限突してます。まあこのピアソラ君もですねシュートが69600ということでシュート高いんですけどもここはシュートに振らなかった、ね、明確な理由またありますので、まあ、そちらも合わせて見ていきます。まあ、先ほどイダルゴ君はね結局入んないからっていうところではあったんですけども、ね、読み勝ち 50% が乗るとこっちの値になってます。で何も乗らないとこっちの値というところで、まずドリブルとパス、表示される値は2万1000でパスが2万でシュートが2万6000っていうぐらいになってます。そこに対して読み勝ち 50% が乗るとドリブルが2万9000でパスが2万8000とここまで来れば読み勝てばまあ、大体のキャラクターは抜いていける、まあ、特に DMF の位置づけでマッチアップするようなキャラクターに関してはわりかし抜いていける可能性が高いんじゃないかなといったようなところには思います。まあ、ただこれ減突しないとここから3000下がりますのでドリブルが2万6000とかパスが2万5000とかっていう話になってきてそんなに高くないという感じなんですよね。なので読み勝った上で取られるっていう可能性とかもあったので今回はパスとドリブルに減突してます。もちろん4突できるのであればそれが一番よくて、でただシュートに関しては読み勝てば3万6900っていうところまで出てきます。なので最悪シュートで逃げると
いう感じなことをすると、プレッシャーも与えて全力ゲージも上げて、まあ、シュートでクリアみたいなねことが今回のピアソラ君はできちゃうということですね。フォワードとかにマッチアップして、うまく読み勝てなそうだなと思ったらもうシュートしちゃうという感じですかね。でタックルが読み勝てば24,000でパスカットも24,000と、この辺も幻突してあげれば27,000-28,000ぐらいまで届いてきますので、結構4突してあげると強いキャラクターになるんじゃないかなというような感じです。はい、前回のピアソラ君とちょっと比較していきましょう。ドリブルでまず見ていきます。ドリブル読み勝ち 50% が乗った時の新ピアソラ君が上に来てます。シュートももちろん上に来てまして、パスも上に来てますね。で、タックルも上に来てて、パスカットも上に来てると。はい。ということで、読み勝ち 50% が乗った場合においては、前回のピアソロ君より全てが上回ってるというような感じになります。一番大きな違いは、前回はですね、スタミナキラーとか、必殺技封印とか、その辺もついてたので、今回のピアソラ君のね、シュート技とかを移植してあげてですね、前回のピアソラ君に移植して打ってあげたりすると、まだ若干削り要素としてはあるのかなとか思いつつも、ドリブルして進んでシュートみたいな感じですよね。前回のピアソラ君で言えばドリブル移動距離強化もついてましたし、でスタミナを削っていくキャラクターにしていくとか、そういった移植としての面も今回のピアソラ君に関してはあるのかなと。でこのピアソラ君単体でも、結構使い勝手ワンチャンいいんじゃないかなといったような感じですかね。絆も 2.5% 乗るのでデッキにも入りやすいっていうところも考えると、実戦でもなんか嫌なキャラとしてね使っていけそうな感じはショットするなというところですね。では続きまして、アキレウス君見ていきましょう。アキレウス君は技属性、そしてフォワード OMF の選手という感じです。でイーリアスドリブルというドリブル技ついてます。440威力、前回直線的なドリブルの S しかなかったので、一応ドリブル技で一番強いのがついてますと。で相変わらずパス技はね、力強いパスしかないという感じですね。でアキレウスチャージショットの S のシュート技、あとは向上スライディング A と力強いパスというのがついてます。この辺の A パス、A パスはあるけど A スライディング、A パスカットかな、 A パスカットに関しては移植用としてもいいんじゃないかなと思います。マッチアップ勝利ボーナスの S、 マッチアップで勝利するたびにパラメーター 15% 最大2回まで、で超団結技海外&5人以上の 20%、 絆が、即属性の選手、即属性の選手が3人以上いると全員のパラメータープラス 2%、海外選手が3人以上いると相手チームのパラメーターマイナス 3% ということで、デバフキャラになってます。はい、ここでデバフキャラさらに増やしてきましたね。でさらに必殺技使用時のスタミナ消費量マイナス 20% で、雪耐性雨耐性ということで、同様に強襲で使えそうだっていうところと、デバフキャラと、でしかも結構ハードルの低めな、デバフですよね。マイナス 3% も結構大きいですし、これはまたデバフパとして一つ検討の余地はあるんじゃないかなという感じです。でオフェンス 10%、 チーム付き60のバフ20で見ていきます、スタミナが1247、ドリブルとシュートに幻突しています。はい、見ていきましょう。数値的には、このような感じになってます、何も乗らなかった場合、そして1回乗った場合で2回乗った場合という感じです。ドリブルが25,000で、マッチアップ勝利1回乗れば28,000、2回乗れば31,000、これはそこそこ高いところまで上がっていきます。パスは相変わらず低いですね。18,000、そして20,000、そして22,000。で、タックルは20,000。で、パスカット17,000ということなので、守備は今回ちょっとできなそうだなというところですね。で、シュートが入るのかっていうところで言うと、475威力のシュート、そして33,800。このシュート値自体はね、そこそこ高いんですけども、合算すると16万ぐらいというところで、OMF で使えば、フェスサリナスぐらいは抜けるんじゃないかなといったようなぐらいの値にはなってます。今回のフェス時のであったりとか、下流者数、もちろん Z 林とかっていうのは、ちょっと厳しいのかなというような感じです。前回のアキレウス君と比較していきましょう。ドリブル、前回はですね、読み勝ち 40% がついてたので、ドリブルもパスもシュートもそこそこ読み勝ちが乗れば高かったですし、守備面においてもね非常に優秀だったので、
まあ、その辺と比べると、まあ、ちょっと今回のアキレス君は若干劣るのかなというような印象でした。まずマッチアップ、1回プラス読み勝ち 40%、まあ、これが乗った時のドリブルが一番上に来てて、でその次マッチアップ2回の今回のアキレス君、そして読み勝ち 40% だけという感じなので、まあ、マッチアップ勝利ってなかなか乗せづらいので、まあ、そう考えるとあの読み勝ちで一発でねこのドリブル値が出てくるアキレス君に今回の新ドリブルっていうのを移植してあげるとよりいいのかなというようなイメージですかね。はい、シュート見ていきましょう。はい、シュートに関してもあの読み勝ちが乗ったあのアキレス君の方が高いという感じですね。読み勝ちだけ乗った場合でも高いと。なので、まあ、シュートの方面で読み勝てばそれでマッチアップ勝利1回乗せることができるので、あのゴールキーパーにもね届きやすかったというところもありますから、まあ、そう考えるとやっぱり前回のアキレス君の方が優秀な感じします。でマッチアップ勝利2回乗った場合のアキレス君というところで、まあ、一応ゴールキーパーに届いた時の値だけで比較すれば、まあ、今回の新アキレス君の方がマッチアップ勝利2回の 30% 乗った場合の方がシュート値は高くなっているというところではあります。はい、パス見ていきましょう。はい、パスに関しても、読み勝ち 40%、まあ、ここら辺ですねが乗った時の前回のアキレス君の方が上ですよという感じです。で、まあ、守備はね、もちろんなんですけど前回のアキレス君の方が全然上ですね。はい、今回のアキレス君はちょっと守備はかなり弱いです。はい、というわけで、今回バレンタイン第2弾の新キャラ3人見ていきました。そうですね、まあなんとなく自分の感想的なところで言うと、まあ、それぞれ強襲で活かせそうなキャラクターですので、まあ、1人持ってる分には全然いいのかなというところと、まあ、イダルゴ君はそのまま使って、でピアソラ君もそのまま使えそうだなという感じですね。でアキレウスに関してはドリブル技を前回のに移植していくと前のやつがより強化されるのかなといったような感じのイメージです、現状。はい、ではビクトリーノを見ていきましょう。潜在ビクトリーノどうですかね。ビクトリーノ普段から使われてる方なかなかいないとは思うんですけれども、その歴代のねビクトリーノ全体を含めて、はい、なのでこの潜在フェス潜在が来たことによってね、もし使う方増えるかどうかといったようなところかなと思います。特技変わらずですね、リカバーの S、80% 短縮で、チムスキが JY の全パラ 17% で、絆即属性の海外選手が3人以上いると全員のパラメータ 2%、 そしてウルグアイの選手が2人以上いると全員のパラメータ 1% ということで、なんと今回フェスで 3%、 はい、旧フェスの潜在でなんと 3% の絆になってます。じゃあウルグアイの選手ってね何人いるのかっていうと、ビクトリーノ以外にですね、日野くんかガルデルくんしかいないんですよね。はい、なので最大でも3人しか入れることできませんということですね。で、まあ今ちょうど夢玉交換所とかでウルグアイゴールデンコンビとか出てますから、まあ、日野くんと一緒に使ってほしいっていうことなのかもしれないですけど、日野くんがまともな絆乗せれるやつがあんまりいないというところは若干ありますよね。まあローボーラーの日野くんとかが、まあ、そろそろクラブの日野くんですね、この辺が一緒に使われたりするのかな、どうだろう。まあちょっと他見ていきましょう。でスタミナ消費量減少のマイナス 15% で、マッチアップ勝利ボーナス、マッチアップ勝利するたびに全パラ 5% 最大2回までということで、最大 10% ですね乗るような感じです。オフェンス 10%、 チムスキ60のバフ20で見ていきましょう。スタミナ1222、ドリブルシュートに限突してます。なんとシュート値11012っていうね、非常に高い数値になってます。でスピードも13372ということで、非常に足速いキャラクターですね。はい、どのぐらいの数値になっているのか非常に気になるところかなと思いますけども、こんな感じです。まず何も乗らなかった場合、はい、割と普段は何も乗らないパターンが多いかなと思いますけども、ドリブルが 28,900、まあ、これワンチャンご了承できなくもないぐらいの数値には一応はなっているという感じですね。でシュートが 32,000、まあ、そこそこ高いですね。でパスが 19,000 でタックルが 23,000、 パスカット 19,000 という感じです。マッチアップ1回乗ると、ドリブルが 30,000 でシュートが 33,000 で、2回乗ると 31,000 のドリブルでシュートが 34,700 ということなので、数値自体はそこそこ高いんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただシュートに関して言うと475威力が一番最大にはなってしまいますので、
まあ、一番乗っけることができて16万4000っていう感じです。なので同じバフ条件だとヘルナンデスとかカリューシャス、まあ、もちろん Z 林、この辺はちょっと厳しいかなというところですかね。フォワードキラー乗っちゃうのでサリナスとかもワンチャン抜けないかなというような感じです。まあ、ドリブル要因ですかね、まあ、シュートの打てるドリブル要因っていう感じなんじゃないかなとは思うんですけども、ちょっとパス値が低いのでパスオアドリブルっていう、まあ、そのワンツー技とかを積んだとしてもパスオアドリブルっていう選択はそんなに迫れないかなというところはあるので、まあ、ちょっと使うの難しそうだなというところですかね。はい、一応クラブのビクトリーの持ってきたんですけども、そちらと比較してみましょう。まあ、シュートをね比較してみたいなと思います。一応ですね、若林キラ20のホットライン 10%、PA 内 10%、まあ、これが乗った、クラブのビクトリーノよりも、マッチアップ処理2回乗った今回のフェス潜在ビクトリーノがシュート値高くはなっているので、歴代のビクトリーノの中で一番シュート値が高い、選手ということには一応なってます。はい、なのでね、ビクトリーノを使いたい方は、まあ、今回の潜在フェスビクトリーノっていうのは非常に強いよというところですね。では最後に、こちらの教習で獲得することができる翼くんの潜在が来ましたので見ていきましょう。特技が中学生キラーの S、 そして中学生に対してパラメータープラス 30%、 超団結の力日本5人以上の 15%、 絆が中学生5人以上いると全員のパラメータ 2% で、根性、そしてパラメータダウン耐性、中学生に対するパラメータ低下効果を 10% 軽減で、雨耐性、デコボコ耐性という感じになってます。まあ、まずデバフ耐性があるので、まずこれ強襲で使えそうだっていうところと、雨とデコボコも非常に強襲と相性が良さそうだなと。でそんな中で、なんと根性がついてるというところで、これ非常にいいんじゃないかなと思います。大体がね、強襲やったりするときにハットトリックとかを求められますから、そう考えるとですね、根性持ちっていうのは非常に使い勝手いいんじゃないかなと思います。はい、オフェンス 10%、 チムスキ60のバフ20で見ていきます。スタミナが1089、ドリブルシュートに伝達して見ていきましょう。まあ、今回の翼くんは、中学生キラーということで、実戦向きっていうことはないんですけども、教習どっかでねかなり使えそうだなという感じです。中学生キラー乗るとこんな感じ、ドリブルが3万3000でシュートが3万という感じになってます。でパスが2万4000、非常に使えそうな数値出てますね。まあ、実際本当に実戦でも中学生相手であればかなり使えるキャラクターなんじゃないかなというふうには思います。非常にあとドリブル値の高いというところがあるので、この辺はまあどこかで使えそうだなといったような印象ですね。はい、というわけで、一通り今回の新しいキャラクターたち数値チェックしていきました。お役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いいたします。バレンタイン第2弾どうですかね。 OMF、DMF キラー、まあ、個人的にはピアソラくんとかは、このまま結構ありなんじゃないかなというふうには思いましたけれども、ただちょっと守備もやらせたいなって思っちゃうので、ある程度守備とオフェンス両方伝達できるぐらいまではかぶせたいなと思っちゃうようなキャラクターですかね。はい、いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。